ではまずこのフェンダーを取るところからね、やっていきます。フェンダー取るためにね、いろいろ取らんとダメなんですよ。このフロントバンパーとね、あと、カウルトップやアンテナとか、ワイパーとかね、はじめはどうしても、これせないといけないんで、ここから外していきます。はい。では、フェンダーを取るために、いろいろと取り外していくんですけども、まずフロントバンパーを取り外します。今やってるところ、これクリップで5箇所上から下に向いて刺さってますんで、クリップの真ん中を引っ張り出しまして、クリップを外します。次に下側から3箇所、真ん中のところですね、クリップが同じように止まってますんで、この3箇所のクリップを外してやると。あとは両側2箇所、ボルトが止まってるだけです。ですからアストロのフロントバンパー取るのは本当に簡単ですよね。1箇所ボルト外して、ここも2箇所目外します。で、あとはタイヤハウス側から上向きにボルトが刺さってますんで、これを左右取ってやると。外れますともうバンパーがフリーになりますんで、前向きにバンパーを引っ張ってやると、ごそっとバンパーが外れます。で、この取り外すときにね、下に落としてしまうと傷つきますんで、まあ、段ボールか何か引いておいた方がいいと思います。で、次に、カウルトップを外すために、ワイパーを外します。ワイパーはロックされてますんで、そのロックをスライドさせて、まあ、フリーにしてやって、あとは上向きに引っこ抜くだけですね。で、私はよくワイパー外しますんで、もう外れやすくなってますけども、まあ、何年も外さずにいて、急にワイパー外そうと思うと、まあ、結構固着して硬くなって外しにくいと思います。まあ、そういう意味でもこの脱着というのは、まあ、時々してやるのはすごく意味があるかなと思いますね。で、カウルトップに、止まってるビスを外していきます。15番のトルクスだったと思いますね。で、これが結構数が多いんですよね。で、黒いカウルトップに黒いビスですんで、見逃してしまいがちなんですよね。数が多いんで、残らず全部、外してやらないとダメですね。で、これでカウルトップが外れました。ここに必ずゴミが溜まってますんで、もう掃除機で吸います。枯れ葉とかね、ホコリとかが溜まってました。で、フェンダーを外していきます。このボルトを取るために、フロントバンパーを外さないといけなかったということです。このフェンダーを止めてるボルトはですね、まあ何箇所かありますけど、前の2箇所だけ、ボルトの形がちょっと違うんですね。ですから、最初取り付ける時のことを考えて、まあ、前の2箇所のボルトだけは、違う形というのを知っておかないと、まあそのボルトを後ろ側につけてしまうと、まあネジ山をダメにしてしまうと。
で、これはドアのヒンジの方から外してます。フェンダーの一番後ろ下の部分ですね。ここはイタラチェでやるとやりやすいかと思います。で、サイドマーカーの配線をこの時点で、コネクターで外しておきます。で、何やらこう緑色の紐を出してきましたけども、これをフードと、あとカウルトップの下のところとですね、縛っておきます。まあ、安全のためにしていることで、まあ、しなくても大丈夫といえば大丈夫なんですけども、このフードとフェンダーが、ボディに対してともじめになってるんですね。ですから、フェンダーを外すと、フードがずれ落ちるということです。まあ、ですけども、このフードは、まあ、逆の左側、まあ、今の画面で言いますと、向かって右側でも当然止まってますんで、ガチャンと落ちてしまうことはないと思うんですけども、まあ、ずれるとまたチリを合わせることも大変になってきますんで、まあ、紐で縛っとくのがいいかなと。この部分ですね、ここはボルトナットになってます。13ミリです。ここでフードとフェンダーがともじめになっていると。まあ、これを外すとフード側も宙に浮いたような感じになるんですね。で、養生してますけども、ここで工具をこうぐるぐる回しますと、ウィンドシールドとフェンダーと、あとフードに、まあ、当たってしまいますんで、ここは養生した方がいいかと思います。私の動画は養生すること本当少なくて、まあ養生もしないでやってしまうんですけども、ここはしますね。あとはもうフェンダーを引っこ抜くということですけども、上のところでフードと重なってますんで、ここを引っこ抜くためにはちょっとフードを上に持ち上げて、フェンダーを外側に抜き出してやるということです。これで外れましたね。はい、フェンダーが外れました。